今日の先生は国際ビューティー&フード大学校の穂積先生です。先生よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のメニューはこちらです。スポンジのようなふわふわなケーキ、ジェノワーズブラン。材料です。卵黄、全卵、グラニュー糖などご覧の材料をご用意ください。それでは作っていきましょう、はい、先生まずは、はい、まず全卵と卵黄とグラニュー糖をボウルに入れます。でここでお砂糖を入れた後によく混ぜてください。それではここでパパッとポイント。先ほど混ぜたものはしっかりと温めていきましょう。先生どうしてですか？はい、砂糖の粒子を溶かすのと、うん、あと卵が泡立ちやすくするためです。温めるというのはどれくらいでしょうか？はい、だいたいこう人肌ぐらい。なんかサラサラしてきましたね、はい、このぐらい温まったら OK です。はい、そしたらミキサーで立てていきます。10分くらいミキサーにかけました。どうなりました？はい、そうですね、このぐらい立ってきましたら、うん、持ち上げてこうリボン状というんですけれども、うん、10秒ぐらい持ったりとこう残ったら OK になります。先生次は、はい、では全てを合わせていきます。まず泡立った卵をこの溶かしたバターに2杯ぐらいですかね入れます。バターの方に入れるんですね。そうです。このバターというのは泡を消す作用がありまして、この卵の中に直接入れてしまいますと、こうせっかく立った泡が消えてしまうので、この少し生地を入れて、まあ、和らげるという感じですかね。はい、そしたらここに粉をですね、もう全部一気に入れちゃいます。下からこう上に粉を生地にこう入れるようなイメージで混ぜていきます。はい、ではバターの中に生地を入れたものを戻します。ここであんまりこの泡を消してしまうとスポンジがこう膨らまなくなってしまうので、このぐらいで OK です。そしたら型に流して焼いていきます。180度に予熱したオーブンで40分焼いたら出来上がりです。シンプルなケーキ、ジェノワーズブラン、カットしていただきましょう。いただきます。はい、どうぞ。すごく卵の味が濃い。そうですね、今日は卵黄を多めに入れたレシピなので、うん、すごいしっとりとして味は濃厚かなと思います。食感はスポンジケーキよりもシフォンケーキに近い感じで、口どけが良くてふわふわムチッとした感じ、すっごく美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてください。